はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりほどです。今回ね、くるくるさんに、ね、リスナー様専用の、ね、連絡フォームを作っていただいて、皆さんからたくさん写真投稿をいただけて、で本当にね、空の旅人さんにフィルムカメラのプレゼント企画を立てていただいて、たくさんのフィルムカメラのをプレゼントしていただいて、今までね、どちらかというと私が一方通行で皆さんとね、やり取りじゃないですね、一方通行だったのが、ここの数日でね、急速に親近感が湧くようになっていきました。なので確かにね、心配していただくように、編集とかも大変じゃないですかとかいうコメントもいただきますけれども、もしかしたらね、確かに投稿ペースは鈍らないようには気をつけますけど、場合によってはね、多少鈍るかなとかもしれないですけど、皆さんとの親密度はね、より深まっていくんじゃないかなということで、すごく楽しくなってきましたね。はい、ということで、ね、今日はね、何の話をしようかななんていろいろ思ってましたけど、まずね、昨日の続報で、ゼンザーブロニカ ETRS ですね。これね、今日も本当にずっと整備をしていました。で、何をしたかっていうと、まずフォーカシングスクリーンを綺麗にね、清掃をしたり、それから接眼部分の接眼、部分取り外しができるので、これを取り外してね、清掃をしたりとかいうことも しながらもちょっとね、不安要因もあって、今だいぶ良くなったんですけど、当初ね、通電確認がちょっと見えないかな、ほら赤く見えますよね。これがね、まれにつかなくなるんですよ。で、多分ね、私がこの手に入れた時に長年使っていなかったので、まあこういったことが起こるのかなとも思うんですけれども、これつかないとシャッタースピードが100分の1になっちゃうんですね。なんでこれの原因がね、何かなーって今いろいろ考えてます。まあ今はね、つくんですよ。今つきます、ほら。それから AE ファインダー、これは見えないかな、 AE ファインダーもね、ちょっと見えないかな、あ、ほら見えるでしょ。 AE ファインダーもちゃんと食いてるんですよ。なので電源さえきちっとつけば正常に撮影ができるし、今Amazon でマリックスさんのね、ブローニーのネガの、ISO感度400だったかな、200回だったかな、とりあえず1本注文しましたので、近々ね、これで、まあ、ブローニー1本で15枚撮影ができるので、まあ、動作確認できるうちにね、撮影しようかなと思ってます。こういったところもね、やっぱり古いカメラだと、ちょっと使っているうちにいろんなね、問題点って出てくることってありますよね。なので、これ早く撮影して、で、この電源がね、安定しないかなと思います。もしこれね、電源、今は全然問題なくつくんですけど、電源つかなくなったら、リスナーの皆さんで、誰かね、多分ね、どっかの設定不良がたまに起きるんじゃないかなと思うんですけれども、直せる方がいらっしゃったらいいな、なんていう、双方向になったので、ちょっと欲をかいて、そんな話もしてみました。それとね、今日やってきたのは、最近すごくお気に入りだということで、昨日 F12 ピナさんも昨年ご紹介していただいた富士フィルムのファインピックス S5 プロですね。これで撮影した写真、以前ね、長野県の八千穂高原の 白駒の池で撮影した昨年一部紹介しましたけど、その
これ旅動画のチャンネルでちょっとゆっくり言いますよ、旅好き夫婦の一チャンネル、ボリューム056ボリュームかな、ボリュームですね、ボリューム056、八千穂高原白駒の池周回トレッキングという、動画をようやくね、これ、先月の7月8日に、妻と2人でねトレッキングをして、一人写真は私が撮影して、動画の方を妻がね、ソニーの、ZEV10 で、ZEV10 かなで撮影してもらったんですけど、まあ、GoPro の方がね軽くて妻にはいいのかなって感じですけど、どうしてもね重たいっていうことで、ちょっと画像がね乱れてますけれども、でもね、音声なんかも綺麗に入って、鳥の声もね綺麗に入ってる動画ですので、ぜひね、まだ見たことがない方はチャンネル登録をして、旅好き夫婦の一チャンネルの、ボリューム056、八千穂高原白駒の池周回トレッキング、こちらの方もねぜひチャンネル登録していただこうと思います。私チャンネルは3つ持っていて、この他にね本業のガチの仕事のチャンネル、ライフプロデュースチャンネルというチャンネル3つ持ってるんですね。で私の趣味のチャンネルはこのチャンネルですので、それぞれご覧いただくと全く違う、それぞれチャンネルですので、ぜひご覧いただきたいと思います。ということで、まあ、今日はそんなことをやっていましたというお話をさせていただきました。はい、それでは、リスナー様からご投稿いただいた、写真をご紹介したいと思います。ペンネームは八代村さんっていう方ですね。で、八代村さんってなんで八代村さんかなと思ったら、メッセージ読んだら分かりました。フィルムカメラプレゼント企画にてカメラ、ペンタックス MZ5 シルバーとレンズ付きを送っていただきありがとうございました。写真を投稿させていただきました。鉄道が好きで、高校生の頃、これ1977年頃だということですね。長野電鉄加藤線、括弧して八代線って書いてありますけど、この長野電鉄の加藤線、八代線かな、ちょっと調べてみたら、2012年の4月1日に廃線になっているかもしれないですね。廃線になっている鉄道だと思います、を撮影したものとなります。で、カメラは親の、リコー35デラックス 45mmF2.8 で、これちょっと私長野県ってねすごく広いんですよ。私がねこの八代、長野県の八代とかね行くのにも普通に2時間半から3時間ぐらいかかるんですね。なのでちょっとね、呼び方間違えたら申し訳ないんですけれども、長野電鉄の雨宮駅から、これ、土口駅って読むのかな、の間を走っている600系の電車、それから2枚目が、これがね、増山口から松代駅間の0系の、これ、OS カーっていうんですかね、それから、3枚目が、雨の宮から東八代駅間の400系さよなら運転、1977年10月9日から10日に撮った写真で、綺麗に撮れたと思っています。当時は何気ない風景も現在は様変わりし、貴重な記録となり、写真撮影の素晴らしさを感じます、ということで、紙のプリントをねスキャンしましただということなので、紙の網目の 字がスキャンされてしまいました。トリミングもしてありますって書いてありますけれども、この写真も拝見して私思ったんですけど、私のやっぱり幼い頃、父も母ももう他界しているんですけれども、
あの頃の記憶って本当にね、頭の中で考えても鮮明なカラーでは残っていないんですね。で、写真を今見返してもそうなんですけども、やっぱりセピア色に変色をしていて、記憶もやっぱりセピア色になっています。なので、今回ね、写真3枚、拝見して、ああ、本当にね、懐かしいなと思いました。今みたいに、今撮るような、なんていうかな、はっきりした色ではなくて、今回ご紹介させていただいた写真が、私のやっぱり幼い頃の記憶の色だな、記憶色ですね、だなと思いました。素敵な写真送っていただきましてありがとうございました。ということで、この後ね、写真3枚、ご覧ください。こういった古い写真でも結構ですので、皆さんね、思い出の写真でも構いませんので、リスナー様専用連絡フォームで、送っていただければと思います。すべてね、ご紹介できるかちょっと分かりませんけれど、できるだけ多くの写真をご紹介していきたいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。台風近づいていますので、くれぐれも皆さん、お気をつけください。さよなら。